皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ストレッチをしながら全身使っていきます。ちょっと今回は長い動画になってますけど、間に10秒間ゆっくり休憩できます。ストレッチってリラックスのイメージがあると思いますが、実は力が入ったまま伸ばされることによって筋肉ってちゃんと使われてるんです。今回どの動きも小刻みに動くことによって息が上がって脂肪燃焼効果、物も持たないのに筋肉をちゃんと使うことができて、ストレッチもできるおすすめなレパートリーになってますので、見ながら一緒に頑張ってみましょう。まずは楽に座った状態で胸と背中を動かしていきます。こういう感じです。頑張っていきましょう。小刻みに動くんでちょっと息が上がるかもしれませんが、息上がった方がね、脂肪燃焼効果ありますから、頑張っていきましょう。疲れたら休みながらでもいいです。はい、 OK です。今度は脇を広げていきます。こういう感じ、肩を動かします。動きは大きいよりも速く小刻み、これぐらいのペースでできればね、やってください。小刻み動かすとき動きが分かんなくなるけどね、いいです。分かんなかった。今度はね、上、休憩のときはしっかり休んで、こういう感じ、上に動かす。しっかり手は、ね、真横です。肩だるくなったらね、休んでもいいです。ただ全部やった方がいいです。全身使いましょう。オッケー。今度はね、手を後ろでパンパン叩く感じ、届かなくてもいいです。振るだけでもいいです。肩だるくなったらね、休んでマイペースでいきましょう。結構息上がりますからね、これね、有酸素運動に近い。うわ、腕がだる。オッケー。今度は仰向けです。全身使いましょうね。今度はね、起き上がって手をね、振る。腹筋も背筋もね、スクワットも全部やっていきますからね、できるやつとできないやつあると思いますが、最後までやっていこう。1種目20秒できるでしょ。 OK。 じゃあ今度はね、足を振る。あんまり抱えないようにね、ちょっと前に出してから、90度のままでね、足を振る。あんまり膝抱えながらね、腹筋効かないんで、ちょっと前に出して、オッケー。だいぶ慣れてきましたか。今度はね、こうやって振る。もし体がね、上下に動いて難しかったら、起きたままでもいいです。こういう感じ、これ結構ね、もも使ってますから、負荷がないのにもも使ってるんで、足痩せにもね、効果的です。 OK。 今度はこう、腰の隙間ができないようにね、動かしていきましょう。もしね、疲れたり腰痛かったら休んでください。頑張って最後までいこう。OK。 今度は膝パカッと開いて、体を起こして手を振ろう。これで股関節ストレッチしながらね、腰がつきやすい状態で振る。首疲れたらね、寝てもいいです。マイペースでいこう。
OK。 じゃあ今度うつ伏せです。うつ伏せでね、腰を揺らしていこう。腰揺らして、ちょっと腰のストレッチ小刻みにね、ブラブラしましょう。OK、 じゃあ寝ます。今度は膝曲げて交互に上げる。動きはちっちゃくていいです。呼吸をね、整えながら今度は足を伸ばして揺らす。膝も少し浮かせましょう。ちょっと難しいと思いますが、小刻みに動かしてても大丈夫です。やりにくい動きとかがね、結構大事です。じゃあ今度は膝曲げて、こういう感じ、両足も曲げよう。うおー、効いてきた。休みながらでいいですよ。効いてる効いてる。 OK。さあ今度はね、腰をキュッキュッと動かそう。あんまり反る方はね意識せず、丸めるだけ意識。お尻を締めながらグッグッ。腰のストレッチです。 OK。今度は後ろに足伸ばして小刻みに動かしましょう。あんまり腰がね反れないように、ちょっと腰丸めた状態で。もも裏を使っていきましょう。 OK。反対です。小刻みに動かしてるとなんか動かし方がね、わけわかんなくなりますよね。これが実は伸ばすの鍛えるのっていう風に頭の中がわけわかんなくなってるんですよ。これあー OK、 もうわけわかんなくなってる動きが。今度はね、プランクです。膝ついたプランク。ここからお尻を振る。腰にぶら下げた紐をね、振るイメージで。あ、もう動きがわけわからなかった。オッケー。よっしゃ。次はね、ちょっと難しい。ここからね、体を持ち上げたら戻す。難しかったら膝ついてもいいよ。こう腰を上げて下ろす。今度もう一回座りましょう。軽く足開いて前屈、左右にね体を、これ速い方がいいです。1、2、1、2。これでストレッチしながらね、脇腹など背中も動かしてます。
OK。 今度はこのまま体を左右に振りましょう。こういう感じ。結構ね、もう息上がってる時間が結構長いんで、脂肪がね割と燃焼されてますんでね。オッケー。で今度はうつ伏せ、手を下ついて吐き、少し手で床を押してもいいです。OK。 最後はプランクの状態でお尻を動かします。これが最後です。しっかり息吐いて、お疲れ様でした。今回の流れが20秒でストレッチしながら筋トレをしているクイックストレッチになります。頑張ってやってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。タートルフィットネスオンラインレッスンを始めましたんで、しっかり運動をしたい、習慣化したい、週1回だけでもいいから頑張ってやってみようかなって思った方は説明欄にアクセスしてみてください。ご視聴ありがとうございました。